こんにちは。今回はこちら、メランジテイストのオリーブグリーン。こちらを2本撮りにしてバック編んでいこうと思います。で、こちらがアクリル 100% かぎ針7号から8号。60g 108m 入っています。で、こういうのですね。これを中から取っていきます。はい。こういった感じで2つを1つにして編んでいきます。で、10号で今回編んでいこうかなと思います。で、こういう風にして、で、鎖編みを作っていって、鎖編みで輪を作って、その中に玉編みを入れていって、で、玉編みで底を作って、ハートで柄を編んでいこうかなと思います。鎖編みを3、4して、で、1つ目のこの鎖編みの手前1本、ここを取って、で、こうやって持ってきて引き抜きます。で、ここから、鎖編みを1、2、3して、糸をかけて、ここは1つ目として数えたくて、で、糸をかけて、この穴の中に、この糸も巻き込んで編んでいきます。2個目っていう感じ。糸をかけて、3個。これぐらいかなと思うので、2本撮りで編んでるのですぐボリュームが出るので、今回は3で編んでいこうかなと思います。で、一気に引き抜いて、で、鎖編みを1つします。で、糸をかけて、次のところにもこうやって糸をかけて、で、1、2、3。3個したら、新たに糸をかけて輪の中に引き抜きます。で、鎖編みを1つ、糸をかけて、この穴の中に針を入れて、1、2、3。で、また糸をかけて、鎖編み1つ。今まで1、2、3個できているんですけど、これをあと3個して、全部で6個玉編み編んでいきます。はい。こういった感じで、1、2、3、4、5、6個編んできました。そしたら鎖編みを1つして、で、最初の玉編みを、こう鎖編みをしたところがあると思うんですけど、ここ、こう束ねているところを、ここを取って、引き抜きをしてつなげます。こんな感じで。で、また鎖編みを1、2、3して、次は2段目。前段の玉編みと玉編みの間にこう穴があるので、ここに同じところに3個引き抜く玉編みを2個ずつ入れていきます。で、鎖編み立ち上がり3は数えないで、ここから1、2、3。で、糸をかけて、鎖編みを1つ。で、同じところに糸をかけて、1、2、3。で、糸をかけて、鎖編み1つ。で、次、糸をかけて、前段の玉編みと玉編みの間。ここは引っかからないように、こうやって、ぐっと引っ張って、で、左手で、こうやって引っかからないように押さえておきますね。穴をしっかり開けながら、こうやって玉編みを入れていきます。1、2、3。ここで鎖編み。まあ今みたいな感じでこうやって寄ってくるんで、こうやってだいぶ、こうやって足しといて、玉編みを編んでいた方が編みやすいですね。それで、で、糸をかけて、同じ目に、1、2、3して、糸をかけて、鎖編み。こんな感じで2段目の増やし方で増やしていきます。まあこういう感じで、まあここも最後まで編んでいきますね。2つずつ最後まで編んでいきます。はい。こういった感じで最後の方まで編んできて、2、2、2、2、2。で、一番最後前段の、まあこの鎖編み立ち上がり3したところの右側、ここを取って、糸をかけて、ここの穴のところに同じように、3回引き出す玉編みを2個入れます。
1つ目で糸をかけて鼻締めに1、2、3で引き抜いて鎖編みを1つ、そしたら最初の目につなげたくて最初の玉編みのこういうさーってきたのここにこの鎖編みがしたところがあるんですけど、ここに針を入れてで引き抜き、これで2段目できました。で3段目のところから一番最後こう取るところがちょっと変えてるので、まあ、そこをお伝えできればなと思うので、まあ、3段目もこうやって編んでいきます。3段目、3個で立ち上がって、まあ、こうやって編んでいくところも同じだし、まあ、3段目の増やし方で増やしていくんですけど、1、2、3、まあここの2段目からはこの鎖編み3目を1つとして数えないですね。でこうやって引き抜いて鎖編み1つ、糸をかけて増し目から始まるので1、2、3で鎖編みしたら、次は前段の玉編みと玉編みの間に1つ玉編み、1、2、3で鎖編み1つで糸をかけたら、次の目のところには増し目、同じところに玉編み2つ、1、2、3で鎖編みを1つ、糸をかけて同じ目に玉編みをしますね。2、3、まあ、ちょっと数えながら、まあ、この目も数えながらってちょっと大変かもしれないんですけど、2、1、2、1、2、1で繰り返して最後まで編んでいきます。はい、こういった感じで同じように2、1、2で今編んできていて、で一番最後は1で終わるんですけど、この前段の斜めに鎖編みが入っているところ、まあ、ここの右を1段目は取ったんですけど、まあ、2段目の最後ですよね、取ったんですけど、次はこの左に入れた方がこうすっきり見えるので、まあ、左を取っていきます。糸をかけてこの鎖編みの右ではなくて左側、ここを取ってすっきりさせていきます。1、2、3でこう鎖編みを1つで、最初のこの玉編みの上の鎖編みで作ったところ、ここを取って引き抜き、これで3段目完成です。まあ、この段からずっとそういう風に4段目も一番最後終わるときはこの鎖編み斜めに入ってるので、この左側を取ると一番最後の斜めですね、取るとすっきりこういう風に取っていけると思うので、これでずっと編んでいきます。で、円の増やし方と同じなので、まあ、その増やし方を上にリンクを貼っておきます。よかったら見てみてください。で、何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていこうかなと思います。では、何段編んでいきます。はい。こういった感じで編んできました。で、今回は1、2、3、4、5、6、6段編んできてます。で、どれぐらいかサイズを測って進めていきます。だいたい 21.5cm ぐらいですね。で、一番最後は、ちなみに1、2、1つずつ玉編み入れて、増し目、同じところに2つ入れて、で、4、1つずつ玉編み入れて、増し目、4、1つずつ玉編み入れて、増し目の段で割ってます。何か参考にしてみてください。で、ここから、側面編んでいくんですけど、まあ、玉編みで、まあ、こういうハートをずっと入れていこうかなと思って、ハートをずっと、全部ハート。にしていこうと思って、まあ、ここは一緒ですね。鎖編みを1、2、3で立ち上がって、で、ここ、すぐのところに糸をかけて、同じところに玉編みを3、2つ。1、2、3で引き出すものを2つ編み入れます。鎖編みして、糸をかけて同じ目に、あ、違う。1、2、3で糸をかけて鎖編み、これで1つできて、で次はここ1、2開けて3個目、3個目じゃないな、1、
次2個目ですね。ここに糸をかけて、こうやって同じところに2つ、全部2つずつ入れていきますね。それで鎖編みで糸をかけて同じ目に、またこうやっちゃって1、2、3、長編みをしてしまいそうになるんですけど、それでこういう風にで糸をかけて、で1、2個目、2つ開けて、ここですね、玉編みを同じところに2つ、3個の玉編みを、言い方が難しい、3回引き抜く玉編みを2つ、で鎖編み、この繰り返しをずっと最後まで編んでいこうと思います。2つずつこの中に入ってますね。1、2、こんな感じで編んでいきます。はい、こういった感じで側面1段目編んできました。同じところに2つして、玉編みを2つ開けて、ここも2つ開けて、ここですね、一番最後ここにまた玉編みを同じところに2つ入れます。2、3個引き抜いて、で鎖編みを1つ、糸をかけて同じところに3個、2、3で鎖編みを1つ、で最初の玉編みのところにつなげます。で引き抜き、これで側面1段目できました。でここにちょっとマーカーをつけて、まあマーカーつけなくても分かると思うんですけど、まあちょっと分かりにくいかなと思うので、私がこうやってつけて、ここから側面1段目っていう感じで、まあ何段か編んでいこうかなと思います。まだ立ち上がりを3して、で次はこのハートの中にずっと同じ目に玉編み2つずつ編んでいくっていうだけなんで、まあここからはすごい簡単ですね。目を数えなくてもいいので、3して、ここ3して、引き抜きをまた3の玉編みを2つずつ入れていきます。1、2、3で鎖編み1つ、で糸をかけて同じ目に玉編みを入れます。3で鎖編み1つ、そしたら前段のまたこの玉編みと玉編みの間、2つ同じところ入っているこの中、ここにこういう風に2つずつ入れていきます。これでぐるぐる何段か編んでいこうかなと思います。でこの緑がなくなったところ、2玉こう1本ずつ出してきて、まあ、2本取りで編んでるところがなくなったところで、またお伝えしようかなと思います。まあね、ぐるぐる編んでいきます。はい、こういった感じで2本取りで編んできて、まあ、ここで1本がなくなりました。まあもう一本ももうすぐなくなるっていう感じのところで、まあ結構この糸の長さが違いがあるので、まあ一本ずつこう足して編んでいこうかなと思います。まあこういう風に、まあこれぐらい残ってたらいいかなと思ったので、これぐらい残して、左手で2本をまた用意して、でちょうどこの鎖編みのところでこう取れるので、鎖編みのところで取ろうかなと思います。で1回だけこういう風に巻き込んで、まあ、玉編みなので、まあ、あんまり巻き込んで編んでいかない方がいいかなと思うので、後で糸始末しようかなと思います。2つとも置いて、であとはまた続けて、ここは次はかけて玉編みなので玉編みを取っていこうかなと思います。1、2、3でこういう風に取って、こんな感じでまたずっと同じように編んでいこうかなと思います。まあ、もうちょっと高さが欲しいなと思うので、まあ、ちなみに何段編んだかというと 1、2、3、 4段目がもうちょっとっていうところまで編んでこれてます。まあ、そういったところでも何か参考にしていただければと思います。でもう1本なくなって、まあ1玉でいけると思うんで、そうですね、っていうのも持ち手のところはちょっと色を変えようかなと思ってるんで、なので、まあ、感覚的にもうちょっとだなと思うので、まあ、外から取ってもう一本なくなった時はつなげていこうかなと思います。あ、これ中からだから外から、これだ、これを
外から出てきているものをつなげて、同じようにつなげて編んでいこうかなと思っています。ではもうちょっと編んでいこうかなと思います。はい、こういった感じで編んできて、でここから持ち手っていうかね、何段か細編みを入れて持ち手編んでいこうかなと思います。で何段編んだかというと、まあここからなんで 1,2,3,4,5,6 6段このハートの模様を入れてきました。で一番最後、まあこういう風にして鎖編みを一つして、でここのつなげるところで、まあ糸を変えていこうかなと思います。針を入れて引き抜くところで、まあどこで入れてもいいと思うんですけど、まあ、あらかじめこうやって出しといて、あ、これ何色だっていうところね。チャコールブラウン。これ可愛いですよね。これも新色だと思うんですけど、こういったものを使っていきます。で、2本取りでここからもしていくので、2本重ねて、これも2玉中から出してきてますね。で、ここで、まあ糸が出てる方を裏、裏に糸を当てて、で、ここで、まあこの緑も一緒に置いておいて、で、ここで引き抜いて、こういう風につなげました。で、また、ここで、あ、そうですね、あ、言い忘れてたんですけど、ここの立ち上がり3で最初してたんですけど、まあぐにゃってなるので、こんな感じで、ぐにゃってなるので、まあ一つ減らしました。鎖編み立ち上がり2にして、まあ3でもいいと思うんですけど、まあちょっと変わるかなと思うので、こう2個にしましたね。で、また戻るんですけど、ここに。で、ここで引き抜いて、立ち上がりを1つして、まあ細編み編んでいこうと思ってるので、で、緩みがあれば緩みをこうやって引っ張って解消させて、まあ同じ方向で編んでいきましょうかね。根元にこう針を入れて、まあ、この茶色は2段目から編みくるんでいこうかなと思います。この緑はカットしていくので、緑でこう巻き込みながら、裏に糸を当てながら、巻き込みながら編んでいきます。で、こういう風に、玉編みと玉編みの間に、まあ、このままズボッと入れようかなと思います。ズボッと入れて、で、細編み。で、玉編みの上。この鎖編みのところに針を入れて細編み。で、ここは目じゃなくて、次、ここですよね。ここに針を入れて、巻き込みながら細編み。で、玉編みと玉編みの間に細編みをしようかなと思います。で、この緑も何個か巻き込んだら外して、またずっとこうやって細編みを入れていこうかなと思います。ここは入れてしまいそうなんですけど、入れないで、玉編みの頭、鎖編みのところを入れて、この玉編みと玉編みの間、入れて、まあ、だいぶ巻き込んできたので、ここで外そうかなと思います。外して、細編みしたら、ここは決まってくるので、この軽く1本ずつ引っ張って、結構しっかり引っ張ってるんですけど、これでギリギリでカットします。で、あとはこのチャコールグレー。これで、チャコールブラウンか。ここを取って、玉編みと玉編みの間取って、ぐるっと一周最後まで一つずつ編んでいきます。はい。こういった感じで一周同じように細編みを編んできました。で、一番最後のここのところも細編みを入れて、で、一応、この表を見て引き抜く場合は大きく出して、で、最初の細編みの頭を後ろから刺して、で、輪をかけて、で、ちょっと引き抜きをスッキリさせようかなと思います。で、立ち上がり一つするときに、ここは巻き込んで、立ち上がり一つしようかなと思います。で、一番最後の細編みの頭。まあ、ここも何段か細編みを入れていこうと思うので、針を入れて、で、手前、裏に糸を当てて巻き込みながら、細編み編んでいこうと思います。そして、こんな感じで往復編みで何段か細編みを編んでいこうと思います。はい。こういった感じで往復編みで細編みを3段編んできました。で、また表を見て引き抜くので、輪を大きく出して、
で最初の細編みの頭に後ろから針を刺して引き抜きます。スッとしてシュッとして、でまた立ち上がりを一つして、一番最後の細編みのところが最初になるので最初からこういう風に進んでいきますね。で進んでいくんですけど、まあ、持ち手をここでつけていこうと思っていて、で1周が今回54目あって、でこちらと向こう側を2分割したら片面が27あったですね。で27を3分割にして999になったんですけど、まあ、真ん中をちょっと広めにしたいなと思ったので、まあ一つずつ中に持ってきて8、11、8にしていこうかなと思います。でここでまあ歪みもなかったので、このまま今1ハンデレナで、ここから1、2、3って感じで細編みを8編んでいきます。はい、8細編みを入れてきました。そしたら持ち手をつけていきたいので、いつもと同じように鎖編みを1、2、3っていう感じで好みの長さまで鎖編みを編んでいきます。はい、今回鎖編みを35で決めていこうかなと思います。ちょっと腕にかけれるぐらいの長さにしようかなと思うので、で今回この中を11開けるので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11開けるので12個目、ここに針を入れて、でここは1つ目っていうことで1、2、3で8個細編みを編んでいきます。はい、こういった感じで8細編みを入れてきて、この半分の中でこのセットが入っているので、まあもう片方も同じように8細編みを入れて、で11細編み開けて、で今回は35鎖編みなので35鎖編みで8細編みを最後まで編んでいきます。はい、こういった感じでもう片方も同じようにしてきました。めっちゃ可愛くなりますでここで最初の細編みの頭に針を入れて引き抜き、で立ち上がりを一つして、で一番最後の細編みの頭、ここにまた後ろから針を刺して、まあ、往復編みでここから編んでいくので、ここから1、まあ、ここは飾りなくていいですね。持ち手のキワまで編んでいきます。はい、持ち手のキワまで編んできて、いつものようにこの端の手前、ここを通ってこのまま一番端を飛ばして鎖編みの1つ目、ここをこういう風に通って向こう側に倒すと2本取れるので、ここで引き抜いて3本を一度に引き抜きます。こういう風に取っていって、あとはこの鎖編みをいつものように裏山を取って細編みで、鎖編みのところは今みたいな感じでずっと取っていって、ここはまた3点同じところがあるので同じようにして最後まで細編みを入れていきます。はい、こういった感じで1周細編みを編んできました。でこのまま最初の細編みの頭に針を入れて、表を見ているので表を見ながら引き抜き編みを1周編んでいこうと思います。でここでマーカーをつけていきます。一番最初のところにマーカーをつけて、で1つに対して1つぐるっと1周編んでいきます。ここも1つずつ編んでいきますね。マーカーの手前まで編んでいきます。はい、こういった感じで1周引き抜き編みを入れてきました。でここの一番最後は引き抜き編みをせずに、ここで糸をカットします。カットしてシュッと抜いて、でまた中で使っていくのでこうやってまとめておいておきます。でここで糸始末をしていきます。針に糸を通して、でいつものようにこの最初の引き抜き編みの目を下から上に取ります。下から上に取って、で目を作るようにして糸始末していきます。周りと同じぐらいになればいいかなって思って、一回グッと引っ張って、まあ、そこから調節してみてもいいですよね。で裏に返して、裏に糸始末していきます。ちょっと返しをして、ちょっと進む、手前浅く拾ってます。でまたこう引っ張って、返
返しをしてもう一回しとこうかなと思って、でここで糸をカットします。でこの中も今回細編みを入れていこうかなと思うので、このちょっと上がったところから入って、まあどこからでもいいんですけど、それでまたいつものようにこの裏に糸を当てて、で糸を引っ張ってきます。でまあ次の目に針を入れて、どうしようかな、まあ同じところに入れようか。ここで鎖編みを一つして、で根元に細編みをして始めます。この時にこの糸も巻き込んで編んでいきます。でちょっと緩みをこうやって取ってあげて、で次の目に針を入れて糸を巻き込んで細編み、でここはちょっと冷たいんですね。なので一番最後のこの裏山、ここを取って、まあ、糸をかけて、でこの状態で、でここの入ってるところではなくて、その次ここを取って、で次はこう外して、で3本を一度に引き抜きます。これで詰めれるので、でここであとは一つずつ、次はまた巻き込んで、こうやって糸がある限り巻き込んで編んでいこうかなと思います。巻き込んで、である程度巻き込んだので次は外して、でここでもう決まるので、ここでカットしておいてもいいですね。一本ずつこう引っ張って緩みを取ってギリギリでカット、で反対側も同じように二目一つにしてぐるっと最後まで細編みを入れていきます。はい、こういった感じで一周細編みを入れてきました。で一番最後のところも細編みを入れて、でこの外側と同じようにこのまんまこの流れで引き抜き編みを入れていきます。最初の細編みの頭に針を入れて、あれ引っ掛けたな、針を入れて、で引き抜き、でここは一つ目ということでマーカーをつけていってもいいですね。ここでマーカーをつけていって、で一つに対して一つ、まあ、するとここも一つずつ引き抜き編みを一周このマーカーの手前まで編んでいきます。はい、こういった感じで一周引き抜き編みを入れてきました。そしたら一番最後の目は入れないで、またさっきみたいにあの目を作るようにして糸始末していきます。スッと抜いて、で反対側も同じように編んでいくので、ここでまた束ねておいておきます。で針に糸を通して、まあ、さっきと同じように最初の引き抜き編みの目、マーカーが入っているところに下から上に針を入れて、でここでまた目を作るようにして裏で糸始末をしていきます。もう一回グッと引っ張っておいて、ここでこうやって調節して大体同じぐらいかなっていうところで裏に糸始末をします。まあ、先と同じように返し返し糸始末して、今回もこうやって、まあ、これが出来上がりなんですけど、まあ、出来上がってない方こういう感じでも完成でも可愛いと思うんですけど、今回は同じように細編み引き抜き編み一周ずつしていきます。はい、こういった感じでもう片方も同じように仕上げてきました。でここでサイズを測っていこうと思います。深さがまあ大体にはなるんですけど、この柄のとこから、測ったら16センチぐらい。で、まちは測ってると思うんですけど、また測れるんですけど、18センチぐらい。で、横幅がペタンとした状態で、27センチ。で、持ち手、中を測っていきます。中を測ると、29センチ。この幅が、3.5センチぐらいですね。何か参考にしていただければと思います。で、このベージュ、何ベージュだったかな？あ、ベージュじゃない？チャコールブラウン。これが2本取りでして、
まあ、2つ使ったんですけど、まあ、中からと外からを取って1玉でもいけるかなっていうところで、でこちらの緑は、まあ、3玉目がこれぐらい残りました。中からと外からを取りました。まあ、こういったところも何か参考にしていただければと思います。こんな感じでぷっくり可愛くできました。まあ、その柄が可愛いので、ちょっと渋めの色を持ってきました。この甘すぎる感じじゃないのが私は好みで、まあ、もちろんこのピンク系みたいなのも合うと思うんですけど、まあちょっと、中間の感じが私は好きで、甘すぎず渋すぎずみたいなところ、まあ、そういう感じで柄も選んだりとかしてるんですけど、まあ、そういったところも何か参考にしていただければと思います。でなんかそのいつもの感じより、まあ、これぐらいのサイズ感だともうちょっとちっちゃめに持ち手を作るんですけど、ちょっと長めに作った方が、まあ、腕からもかけれて使いやすいんじゃないかなと思うのでちょっと長めにしてみました。こういったところも何か参考にしてみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。